国際熱帯木材機関は、熱帯雨林の保護及び安定的供給、利用、貿易拡大を目的とする、国際機関。横浜市港未来地区に本部を置く。国際連合貿易開発会議において採択され、1985年に、発行した1983年、国際熱帯木材協定に基づいて1986年に、設立された。 持続可能な管理と合法的伐採、木材貿易の拡大と多様化を目的として、1994年国際熱帯木材協定、2006年国際熱帯木材協定で順次権限が公開されている。最高意思決定期間として国際熱帯木材理事会を置き、生産国と消費国の約半数ずつからなる。生産国と消費国のそれぞれにおいて、 市場シェアに応じて議決権が配分される。ITTO は主に熱帯木材の国際取引を規制するコモディティ機関である。本来の権限は熱帯林の保護であるが、細かい点については規定されていない。1990年に、イットックは2000年までに輸出される全ての木材が持続可能性のある森林から伐採されたものとする決議を採択した。 1987年、ITTO は、ハーバード大学国際開発研究所に対して、熱帯林の多目的利用に関する現代の知識に関する調査を依頼。調査は、非木材生産物の可能性と森林の持続可能性を高める方法に関心が置かれた。研究所は1988年に調査を完了し、 観光物を1990年と1992年の2回にわたって更新している。基幹観光物熱帯林ニュースレターを英語、フランス語、スペイン語で発行しており、オンラインで参照することができる。ありがとうございます。